今年は誰が優勝しますかね。やっぱり候補はアスモデウスかオロバスか。イルマくんは0ポイントでしたね。ここから逆転勝利するにはレジェンドリーフしか思いつきませんが。レジェンドリーフか。昨年私も探したが影も形も発見できなかった。後々仕組みを知ったが、あれは主催の悪ふざけレベルの代物、収穫不可能と言っていい。じゃあイルマくんが大逆転っていうのは。おそらく無理だろうな。あ、そうか。まあそうですよね。しかし、ん？私のイルマに対する予想は当たった試しがない。あいつはいつも予想外だ。あらゆる無理をやってのけ、期待以上の成果を出す。まさかを起こすやつだ。今回はアブノーマルクラス全員ランクダレスに上がるという課題もあるし、やつも気合が入っていることだろう。会長、そういうところが好きなんですか。好き好き。それはクマあれ、気に入っているんですよね。まあなまあ確かにイルマくんは予想外だから。会長にレジェンドリーフの花束を持ってきたりして。リン、パパ優勝おめでとう。遅くなってごめん。これ私のために。今真冬なのに。どうしてもこれを渡したくて。ドキひまわりの花言葉は、あなただけ見つめる。嬉しい。幸せ。ありうる。アメリさん、その笑顔が見たかったから。もはやそれはプロポーズなのでは。